しら、この音。テレビのノイズのような、砂が流れるような。アンキハ様、まだお眠りになられていないのですか？このところ体調が優れないようですし、寝苦しいのでしたら私の血を。いえ、体の調子は悪くないわ。気持ちだけで十分よ、琥珀。日に二度もあなたに頼っていては主人として失格だろうし。かしこまりました。それでは冷たいものでもお持ちしましょうか？それも結構よ。ただの悪夢かと思ったけど、実際に鳴り響いているのね、この音。いいわ、そんなに遊んでほしいなら遊んであげる。どこの新参者かは知らないけど、私の鬼ごっこの命乞いはないと知りなさい。お出かけですか、秋葉様。それでは私もお供に。そうね、それも楽しそうだけど、今夜はやめておくわ。圧倒的すぎるのもつまらないものよ、琥珀。今夜の狩りは私一人で十分。あなたは私の帰りを待っていなさい。翡翠と、その、兄さんのお守りをよろしくね。愉快だった。どうしてあなたがこの町にいるのです？決して訪れないと、そう約束したはずですが。さて、本意ではないといったところで弁解には来るまい。俺がここにいるのは成り行きだ。呼び出した者の思惑通り、鬼として振る舞うだけだ。鬼として振る舞う。ますます見過ごしてはおけませんね。この町で鬼を呼び起こすことに、あなたと兄さんが会うことも許しません。考えようになったらいい機会だわ。どちらが根血として優れているか、優劣をつけてあげる。やる気か。あいにく売られた天下は断らない土地でな。遠野の赤鬼、どれほどのものか見せてもらうぞ。これはこれは、波いる怪奇勇気、死に魍魎の中から立ち上がってきたのが君のようなお嬢さんだ。さすがはこの土地を滑る根血の主界というところか。その赤い髪同様、魂まで返り血で染まっているようだ。ますます不愉快だ。いてはならない人はここにもいるわ。いい加減、きついと怒りで正気を失いそう。気持ちは察するよ、お嬢さん。そりゃ吐き気もするだろうさ。何しろ寄ってたかって死んだことにした男が生きているんだ。首謀者の娘としてじゃ黙って目を背けるか、もう一度殺すしかない。そうね、確かロアとおっしゃるんでしたっけ。他人の体に転生してまで生き続けるって、見境なく血を吸ってはしたなく増え続けるあなた方らしい、実に醜悪な性のあり方です。まあ役に立つこともあるのね。ええ、よくてよ、生き汚い毒蛇さん。本当、いいタイミングで現れてくれたわ、あなた。不愉快なことばかりで、いい加減溢れ出しそうだったの。あなたの相手なら、
何の遠慮もなく思う存分この髪を振り乱せる。あなたがこの競争の原因かしら。ずいぶんと手間のかかった舞台のようだけど、残念ね。不細工な劇はここで終わりよ。再現度結晶。これより侵入個体分解する。話し合いは通じないようね。ま、私もそんな気は初めからありませんでした。侵入個体同一原理を変換したら、回収技術に関し、歴史を崩壊域で消毒、その結末を記録する。ヘルミスの血液の3割、7割、この星の結晶に使用する。1万、10万、20万のモードじゃない。どこか聞き覚えのあると思ったら、そんなことか。天才はよくイメージでも勇者の音だった。これは小さな悲鳴だ。風を切れば弾幕に仕掛けるの。いいの、遊びは終わりよ。人助けに似合う柄ではありません。本気で戦って、あなた、名前は？私は冥界に住み、死に絶えるオシリスだ。霊長を使う最後のアトラスである。これより、あなたの剣の石に変換する。シエル先輩、ママに再びに。